大家好，我们是 The Rampage from Etcetera。はい、いつも支えてくださりありがとうございます。ありがとうございます。2019年も本当にありがとうございました。2020年もですね、2020年は LDH にとってパーフェクトイヤーとなる年なんですけれども、僕たちはランページとして、メジャーデビューさせていただいてから初めて経験するパーフェクトイヤーになるので、今までと同じ気持ちでですね、姿勢は変わらずなんですけど、さらに気合を入れてこの年をしっかりと盛り上げていけたらなと思ってますので、引き続き最高のエンターテインメントを楽しみに待っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。祝大家圣诞快乐，新年快乐！谢谢大家，谢谢大家。おさり、おで、はい、おかわり。よく食べるやつですね、これ。お菓子でよく食べるやつ、どういう回答ですかね。カラムーチョ的な。あ、はい、ポテチとかでよく辛いのあるじゃないですか。あれ、あれ、あれ、ちょっと水もらっていいですか。ついに、やばい、やばいです、これ結構やばいですよ。これはもう勝者カズマ。ありがとうございます。そりゃそうですね。辛っ。いや、足アイシングやってます。いい体してんね。いいな、たこ焼き。今日は頑張ったからたこ焼き食べる。食っている？カズマさん、うまっ。超うまいね、これ。うん、大阪の皆さん、ありがとうございました。また来ますね。また会いましょう。ありがとうございました。いけない子はお尻ペンペンだよ。わかりましたか。彼にも3、4歳上ってことをお前は承知の上で言った方がいいと思うんだ、僕は。そうだ、だからこそ。そうだ。せーの、ジップ。この後ジップ出演させていただきます。ランペンです。イエーイ。ジップの春フェスが、急遽中止になってしまい、ちょっと残念な気持ちはあるんですけども、朝から皆さんにこうパフォーマンスを通して元気を届けられるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。はい、うわ、あー、うわー、うまい、もっと、うまい、うまい、ふわって言ったんで迷った。さらに高秀が涙。泣かなくていいよ。これはやばい。さあ、じゃあ、イケメンキープ。まずはイケメン顔挨拶、スタートの気持ちで言ってください。スタート。はい、撮影カメラ待ってる。はい、カシャ、もういいね、カシャ、あ、いいね、カシャ、いいっすね。かっこいい。そのままね、なかなか見れないよ、そのまま手をつけていくという。いいっすね、かっこいい。さあ、そのキープした状態、
箱の中身を触ってください。ちょっとこのままだよ。その顔。口がフィギュアスケーター。無理すぐ入ってます。失礼します。集中してるんでね。皆さんすっごい。さあどっから突っ込んでいきましょう。失礼します。じゃあまず竹地海生さん、あこんばんは。こんばんは。今は何されてたんですか。今はそうです、ちょっとポージングの確認を。ポージングの確認、はい、あれ、ライブに対するモチベーションがすごく高いので。そうですね。あすごい。肩にジープ乗っけてんのかいって言ってました。そうですね、私ちょっとサポートさせていただいてます、はい、やっぱ掛け声大事だからね。そうですよ。じゃあライブでも披露するかもしれないと。今日はライブのポイントをじゃあ教えてもらう。あそうですね、はいはい、やっぱりこう最近のこうトレンドはこうフロントでこう、はいはい、手を置くんですけど、はい、まあ今のトレンドはこういう感じです、ね、ちょっとすいません、ちょっと左耳がうるさいな。すいません、それで多分北ちゃんの映画の主題歌である私がモテてどうすんだが聞こえてくるんですけど、彼は、ね、TikTok の練習かな。これはライブじゃなくて TikTok の疲れたんで、ちょっと挨拶して。どうも TikTok 支部の浦川です。 TikTok ランページ TikTok 支部の浦川翔平さん。今この三脚使った、アップルームで初めて見ました、三脚置いてる人。ノー TikTok ノーライフというか。あなるほど。自分が一番自分が一番受け取るわ。うまい。うまくはないよね。でジン君は、これは僕は完全にタイムキーパーで、彼が本番までちょっとしっかりと上げれるようにということで、はい、まあ、それがよジン君が考えた精一杯のボケということによろしいですか。大丈夫か、2人に負けてない。大丈夫かな、2人に負けてない。2人に任せてばっかり。それ大丈夫、一番つらい。一番つらいね。ね、いいね。そこまで掘ると思わなかった。なるほどね。ちなみに、いや、アップルについて聞きたいんですけども、ランページの中で普段ライブ直前こうガーって一番上げるというか、いライブアップに気合い、あ、ジン君なんだ。もう1時間前ぐらいから汗だくですね。やるんですよ、がっつりやるんだ。うん、もう来てすぐにストレッチとか始めるから。確かに早いね。うん、結構やっちゃうかもね。で、結構本番に疲れちゃうっていう時たまにやっちゃうね。ジンっぽいね。たまにやっちゃう。なるほど、たまにやっちゃう。3曲目ぐらいで やるのかな。やっちゃってるよ。すごいな。翔平は結構どんな感じなんですか、アップはいつも。アップしないんですよね、それはね。昔からだよね、でも翔平はね、うんうん、直前でその上がる曲を聴いてちょっとエナジードリンクを入れてステージに行くという流れでございます。じゃあ今日何を聴くんですか、ね、今日は今日は、まあ、またモテるのがねあるじゃん。いつも聴いてるブルーノマーズ聴いてるやん。やだ、もう恥ずかしい。何のマーク。元気だな。え、海星はどんなアップするんですか、本番前。僕は恋愛ソング聴きます。エモいね。本番前なのに。本番前、気合入れ前まで恋愛ソング聴きます。マジで、はい、それリラックスするんだ。もうそうですし、やっぱ男としてこうガーっていう力入れるためにも、なるほど、はい、見ている女性のことを思って。そうですね。なるほど、いいですね、はい、三者三様。結構リハーサルでも、うん、そのやっぱバラードとかそういうのがすごく好きで、うん、ランページのライブとかでもリハでボーカルチーム歌うじゃないですか、はいはいはい、じゃあ終わってからいやーやばいっす、泣きそうっすってそれぐらいは感情豊か、ね、すごいね、ピュアだね。ピュアなんですよ。ジャズもね、いいもんね。すごいよね、してますからね。ありがとうございます。じゃあそろそろですね、CM に一旦行きたいと思うんですけど、はいはい、シブザルポーズはご存知ですか。何ですかそれ。まあ いや、おのおののシブザルポーズでした。おのせーのって言ったらですかそれ。シブザル知らない。おのおので行こう。おのおので行きますよ。さあこの後はザ・ランページ、はい、全員登場です。さあ楽しみにしていてください。その前に一旦 CM です。行きます、せーの、シブザル見てねー。分かっとった。さあ改めてライブ直前のザランページの皆さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。いいですね、やっぱね、初めてだね、スタンディングじゃないのは。さあ早速なんですけども、皆さんにお願いがあります。ライブ中にですね、この番組を見ている人だけが分かるシブザイルポーズか、なんかオリジナルでもいいんですけども、何か一つポーズを入れてほしいんですけども、どうしましょう。そうなんだ。やっちゃうとスタッフさんの思い通りになる。そうだね、はい、何でもいいですよ。私がやっちゃうと私のエゴばっかになっちゃう。声すごいですよ、声が。渋沢をどっかタイミングで決める、それか。タイミングを決めるか、こうカメラ、みんなで一緒にやるってこと。みんなで。じゃあ
いいですか、シブザイルポーズで、はい、じゃあ一回練習で、じゃあせーのって言ったらシブザイルって、はい、あそこのカメラにください、いきます、せーの、シブザイル、ありがとうございます。これをですね、ライブオンラインの本番のどこかでやってくれると思うので皆さんお楽しみに、はい、さあそれではここからですね、一人一人は無理か、個人的ライブの推しポイントを伺いたいと思うんですけども、言っていただいたメンバーからあの後ろのパネルにサインを書いていただいてほしいんですけども、全員いける、いけないか、そっか、じゃあ推しポイントを伺いたいと思います。じゃあリクお願いします。はい、はい、そうですね、今回のこのライブの推しポイントとしましては、はい、あのまあ、このカメラを使った演出だったりとか、はいはい、なんか言ったらこう MV を見てるかのように感じていただける演出だったりとかもたくさん組み込んであるんで、うんうん、そういうのはなんか生のライブじゃ体感できないことだと思うので、より近い僕らとの距離を感じていただけると思うし、そういったところは僕らもこう勉強しながらやってきたんですけど、そこは結構自信持ってるところですね、注目しててください。なるほど、はい、ミュージックビデオとリンクしたところがあると。そうです、ありがとうございます、はい、すみません、あのメンバーの皆さんの聞いてる最中にサインをお願いします。すみません、僕が言わせました。書いてごめんね、いっちゃんから。ごめんね。人の話聞いてた。すごいアタフタしてたもんね、もう。すごいアタフタしてた。ごめんなさい。さあ、はい、じゃあカズマお願いします。はい。そうですね。まあやっぱり僕ら、まあ、4月以来ライブができてなかったので、うん、まあ、そのエナジーあふれるライブ、あのパフォーマンスというか、やっぱそこはみんなのもう気持ちがもう前面に出てると思うので、そこはやっぱ注目していただきたいなとは思います。なるほど。仕上がってるね今日。いや本当ですか、痩せた、あすごいね。見てください、カメラさん後ろ寄ってください。シンシア重犯決定おめでとうございます。っていうかいい、しらじらしいからねこういうの。さりげなく、確かにやだな、すごいな。わたもてもありますから、わたもてね。じゃあそんなわたもて公開する主演のホクちゃんお願いします。はい、推しポイントですよね、はい、うるさいんだけど。はい、全部です。全部、はい、おうおう、もう選べない、選べない、はい、まあ最初からもうランページっぽい構成というか演出になってるんで、そこはもう見どころかもしれないですね。最初から最後まで全部ポイントです。なるほど。これ聞くところによると、こう先輩のこう、ね、後輩のライブオンラインを経てセットリストがちょっと変わったって聞いたんですけども。そうですよね、はい、そうなんですか、はい、勉強させていただきました。お、じゃあランページ、よりランページっぽいライブになってると、はい、いうことですね、はい、ありがとうございます。さあちなみに他のパフォーマーの皆さんでここは見てくださいみたいな、言いたい人いますか、個人的推しポイントある方いたら。じゃあ藤原行きます。はい、ま、マースお願いします。それあ、アイネコでしょ。アイネコ、マースはですね、マースのことは聞いてないです。はい、ライブの話聞いてない。マースの推しポイント聞いてないんです。はい、まあそうですね、まあランペすごい、ランページはやっぱパフォーマーが13人いるので、うん、まあ、ダンストラックとかもめちゃくちゃかっこいい仕上がりになってますので、そこも、まあ、普通のダンストラックじゃないですね。普通のダンストラックじゃない、パフォーマー13人いるからこそできるこうパフォーマンスもあるので、そちらも楽しみに。お、何ですか、じいさん。今うまいこと言いましたよ。エンターテイメントトラック、まあ、そうですね、はい、ここも結構いろんなものが盛り上がって、いやランページのダンストラックいつも面白いですよね。本当に好きです、マジで。もちろんボーカルコーナーも大好きなんですけど、なんかジン君がなんかいつもランペの陣じゃなくてシブザイルの陣。え、スイッチとか切り替えちゃったんですか。なんか切り替えちゃった。うわー、やばー。一緒や、わかりますよね、わかりますよね。恥ずかしい。一緒、じゃあ他にある方いますか。なんか山下とかある。あ、じゃあ、はい、じゃあ、あ、そうっすね。軽いな、軽いな。でも結構細かいこととか、うん、この演出とかは山下結構やってるんですけど、まあ、結構こういろんな、ね、僕らありがたいことに最終日なんで、うん、初っ端のファンタスティックスさんからこういろんなライブを見させていただいて、うん、まあ、このカメラだったらこう映るねとか、こういうカメラだったらこう映した方がいいねっていうのを結構細かいところまでリハーサルで決めさせていただいたんで、結構、まあ、ランページのそれがさっき翔平が言ったエゴが詰まってるので、なんかこう皆さんと一緒に楽しむのももちろんですけど、改めてこう僕らの色が全面に漏れ出してると思うので、それを全身で全毛穴で感じていきたい。
毛穴毛穴ってなるほどね見ている方が全毛穴で感じていけると、はい、お願いします。なるほど、ありがとうございます。それでは最後にですね、カメラに向かってですね、じゃあどうですかね、リーダーの、じゃあどうします、力也さん、はい、カメラに向かった方がいい、はい、熱いメッセージをお願いします。こういう感じの方がいい。あ、そうそうそう、そこまで前のめりじゃなくてです。カメラを、はいはいはい、皆さんに向かって、はい、そうですね、やっぱり僕らとしても今回ライブオンライン初の試みですし、今回最後の出番なので、本当にこう自分たちのね全力のパフォーマンスで、本当に皆さんにこう画面を通してでも熱が伝わるように全力でパフォーマンスをかましたいと思いますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。ありがとうございます、よろしくお願いします。感じたずい。ちなみにサイン書き終わりました、皆さん。すいません、僕だけ。あ、いや、早くしてください。ちゃんとしてよ。なんか、リキャさん話されてるしと思って。さあ、ルイどうですか、今回のライブオンライン、なんかポイントありますか。ポイント見どころ。そうですね、まあ、本当にランページらしいパフォーマンスになってると思います。ちょっとウチナータイムかな。ウチナータイムかな、うん、あ、でも本当に見どころですよね。はい、見どころです。あ、楽しいです。もう今みんなすごい言ってたんで、なんかもうそれに尽きます。そうだよね、ちなみにサインパネルが皆さん完成しました。おー、すごい、ありがとうございます。ついに完成。大迫力ですね、これ渋谷に持ち帰ってね、飾りたいと思います。ありがとうございました。さあ、ということでですね、最後にですね、渋ザイルオンラインハイタッチと題しましてですね、カメラ、このテレビをご覧の皆さんに、エアハイタッチで一言ずつ言ってハイタッチをして本番に向かっていただければと思います。それではじゃあジンから行こうかな。はい、ライブオンライン最終日、100度で盛り上がりましょう。ドン。ありがとうございます。ありがとうございました。戻ってこなくて大丈夫です。戻ってこなくて。みんな見たそうやね。頑張ります。ハイタッチしてください。ハイタッチね、ハイタッチ。頑張ります。楽しみましょう。後ほど会おうね。皆さんお願いします。脇の毛細犬から Q です。ありがとうございます。後ほどお会いしましょう。頑張ります。楽しもうね。お願いします。俺やっていきましょう。楽しみにしててください。頑張ります。本番待ってます。マジやべえから。頑張ります。